白ガスクジラ。白ガスクジラは、コニューズナタマ、ヒズメメ、クジラタマ、ヒズメメとする説もあり、ガスクジラかガスクジラ族に分類されるクジラ類。現存する最大の動物種であるだけでなく、恐竜や、その他、これまでに地球上に存在したことが確認されている限りの動物を含めても、あらゆる基地の動物の中で最大の種であり、記録では、 体長三十四メートルのものまで確認されている。長身であることを指して、江戸時代には、長スクジラと共に、長スクジラと呼ばれた。白を冠した、現在の和名は、浮かび上がる際に、水上からは白く見えることに由来する。英語では一般にブルーホエールと呼ぶが、腹側に付着した形相によって、黄色味を帯びて見えることから、サルファーボトム、イオ色の腹の異常もある。 熱帯から寒帯にかけての外洋域、模式標本の産地、基準産地、タイプ産地、模式産地はフォースワン、イギリススコットランド、オホーツク海や、地中海、日本海、東シナ海、ベーリング海などには分布しない。全長26メートル、最大全長33.6メートル、体重190トン、全長27.6メートルと哺乳口最大種。 体長20から34メートル、体重80から190トン。生体では、オスより、メスの方が、若干大きい。体型は粒型。下顎からへそにかけて55から88本の溝、うねが入る。体色は、青灰色で、単色の反紋が点在する。和名は、水中では、多種と比較して、白く見えることに由来する。胸びれの覆面は白い。 上顎は扁平で、アルファベットの U、U 字上。髭は、髭板も、合毛も黒い。背びれは小型で、三角形。上顎と下顎が、軟骨のみで繋がっているため、直径10メートル近く口を開けることができる。流線型の体型をしており、尖った頭部を持つ。細く長い胸びれ、横に広がった、薄いおひれを持つ。また、背中の後方には小さな背びれを持つ。 この背びれの形や付近の模様から個体識別を行うことができる。体表は淡灰色と白のまだら模様で喉から胸にかけては白い模様になっている。の、どの表面には六十本程度のウネがある。主食であるオキアミを捕食するときはこのウネが広がって大きなの土袋を作る。頭頂部には二つの噴気孔がある。歯に代わる部分として食事に使われる、いわゆる クジラヒゲと呼ばれるヒゲイタの長さは1枚0センチメートル以上にも及ぶ。ただし、ヒゲイタの長さでは、セミクジラかの北極クジラの方が、はるかに長く、最大3メートル近くに達するのに比べれば小さく、ヒゲの大きさでも同じ仲間のザトウクジラには及ばな。しかし、白ガスクジラ最大の特徴は、やはり何と言ってもその体調である。世界最大の動物であるが、その大きさは、 人間を仮に平均 170cm だとすると、白ガスクジラはおよそ12倍から最大で20倍に相当する。ちなみに 34m というのはおよそ11階建てのビルと同じである。大きさや側面の模様は2番目に大きい長スクジラと類似するため、アイスランドでは捕獲したクジラが捕鯨禁止の白ガスクジラか否かが問題となったことがある。 その際には、稀に見られる、白長スクジラと長スクジラの交雑種の存在も指摘された。以下の分類は、m s w 3に、和名、形態はカスヤに従う。30メートル級の個体は稀で、特に北太平洋では、ほとんどが26メートル未満と小型のため別の亜種に分類される。南半球に生息する亜種のピグミー白長スクジラは、さらに小型である。 学名バライノプテラムスクルスは1758年にカール・フォンディンレによって命名されたものであるが、その他、バライナ・マキシマス、ローカリーズ・ボレアリス、シボールドス・ムスクルス、シボールドス・サルポーリアスといった複数の学名が長きにわたり並存し、混乱をきたした。1903年、EG ー・ーラコビツァにより、これらの学名が整理され、初めて最終的な学名が確定した。としては、 南半球に生息する小型のアシとして、ピグミーシロナガスクジラ BM ブロビコだが、分類されている。さらに、通常型のシロナガスクジラについても、北、太平洋などに生息する北シロナガスクジラ BM ムスクルスと、南半球の南シロナガスクジラ BM インターミディアノニア種に分類する仮説が有力である。外洋に生息するが、カリフォルニア湾では、沿岸部に生息する。 個体群もいる。前回域に生息し、海遊を行う。多くの個体が夏は、沖網が豊富な、北極海、南極海の赤氷間際まで海遊し、冬には熱帯、または熱帯で繁殖を行う。オホーツク海など付属海にはあまり入らない。繁殖期や子育ての期間を除き、基本的に単独で行動する。主に沖網かや種類などのプランクトンを食べる。 カリフォルニア湾では浮遊性のカニ類も食べる。主にプランクトン、イワシ等の小魚を食べるが、時にはアジなどの中型魚も食べる。食性はオキアミにほぼ特化しており、上あごにあるヒゲ板で腰取って採食する。生態ではツイタチに4トン程度のオキアミを捕食する。また、オキアミの食べ方にも色々あり、一例としては海面近くに生息するオキアミを食べるのに一発し。 水中に潜り威嚇するように泳いで、オキアミが身を守るために、集団で寄り添ったところ一気に食べる。また、最近の研究で、稀なケースとして、イワシを捕食した例が確認されている。イワシはオキアミに比べ泳ぐのが早く、縦横に移動するため、それを追いかけ上下逆向きで泳ぐなどの複雑な挙動を繰り返す。繁殖様式は耐性。陶器に交尾を行う。 南半球では7から8月。妊娠期間は10から11ヶ月。夏に交尾し、妊娠期間は約11ヶ月。冬季に低緯度地方で出産を行う。1回に1頭の幼獣を生む。体長約7メートルの子供を通常1頭出産する。稀に双子が生まれることもある。出産間隔は2から3年。授乳期間は6から8ヶ月。 授乳期間は7から8ヶ月。生後8から10年で、生成熟する。若い個体は、急角度で水面から飛び出し着水する。ブリーチングをしばしば行う。最長寿命は120年と推定されている。白ガスクジラは最も大きな鳴き声を上げる、動物種でもある。低周波の大きなうなり声を発し、音量は180本を超えることもある。この鳴き声により、 個体間のコミュニケーションを行っており、150km 以上、先の相手とも連絡を取ることができる。天敵は人や、シャチ以外には、ほとんどいない。カリフォルニア州では、ホエールウォッチングの対象とされることもあるまた、近年は、スリランカのドリンコマディーにおいて、主にホエールウォッチングの対象となっている。古くは、遊泳速度が速く死骸が沈むことから、 捕鯨の対象とはされていなかった。1860年代に近代式の捕鯨方法が開発されたことで捕鯨の対象とされるようになった。南極海では1904年から捕鯨が開始された。2008年現在では本種に対する大きな脅威はなく生息数は増加傾向にあると考えられている。一方で地域によっては船舶による格乱や南極海では 棚氷の減少による影響が懸念されている。1975年のワシントン条約発行時から、ワシントン条約付属書愛に掲載されている。近年、個体数は年々増加し続けているものの、総計で1万頭前後と非常に少なく、絶滅危惧種に指定されている。巨大で高速なことから捕獲が困難で、古くは捕鯨の対象とはならず、もともとは、 個体数は30万頭いたと推定されている。しかし、19世紀以降、爆発森、大型、高速の捕鯨船が導入された、近代捕鯨が始まると捕獲対象となった。最も早く減少した北、大西洋のシロナガスクジラは、第二次世界大戦前には関係国の協定により、捕獲が停止されており、1954年には、 国際捕鯨委員会で正式に捕獲停止が決定された。手付け数であった南極海でも20世紀初頭には捕鯨が始まり、ノルウェー、イギリス、日本を中心とした10カ国が捕鯨船団を派遣するなどして捕獲が行われた。最盛期である1930、1931年の一行期だけで約3万頭が捕獲された。第二次世界大戦による 捕鯨中断のため若干の回復があったものの、減少が続いた。1937年に一部の国の協定で創業期間制限が始まり、1946年の国際捕鯨取締り条約で、捕獲量に制限が設けられたものの、規制に用いられた白流す換算方式の欠点から、個体あたりの芸油生産効率の高い白流すクジラに捕獲が集中し、 十分な歯止めとならなかった。1962、1963年の漁期を最後に通常型の捕獲は停止された。捕獲停止時の南極海の通常型の個体数は約700頭と推定されている。なお、アシュのピグミイシロナガスクジラも1966年には捕獲が停止され、南極海での捕鯨は完全停止した。北、太平洋でも 東部海域は1954年、西部海域も1966年には捕獲が停止された。その後はごく少数の例外を除き捕獲はされておらず、捕獲は全世界で停止状態にある。捕獲禁止後も長らく個体数回復の調子が見られなかったが、近年では回復に転じている。南極海の個体数について、1997。 1998年の推定では通常型ピグミーを除く2300頭とされ、このほかピグミーシロナガスクジラが5700頭以上とされる。増加率は南極海の通常型について1978、1979年期 -2003、2004年期の間でネオ平均8.2%と推定されている。日本では古くは 長スクジラと呼称されていた。明治時代末期には陶器に、奇襲、土佐沖で捕獲されたこともあるが、近年ではほぼ見られない。1870年に、現在の薄木市をおどまりに打ち上がった、記録のある、大オオクジラを、肩甲骨の形状から本種とする説もある。1913年には、受島に打ち上がったという記録がある。2018年8月5日、 神奈川県鎌倉市の由比ヶ浜に白長スクジラが漂着した。体長10メートルほどの搭載時でオスであった。白長スクジラの漂着が事実確認できる事例としては日本国内初。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。